さあまだね1月の17日ですから、はい、まだなんか正月明けで、うん、そう仕事の量も多くないから、うん、なんかまだテンション的に年末の、はい、あのテンションに戻れないのが非常にあの歯がゆいんですけども、はい、初合わせの人らも結構多いでしょ。まだだから明けましておめでとうございます多いよね。だから俺はもう帰ってきてからもう10日も過ぎてるから、はい、みんなどうてるなと思うねんけども、はい、今日もまたスタッフが明けましょうございます今年もよろしくお願いしますとかいう話、はい、になるから、はい、ただもううちも年末まあまあ俺も取りすぎたっちゅうのあるし、うん、まあ年始もまだ俺の番組が、はい、ちらほらちらほら、はい、流れてるから、はい、ああもうそんなにな出てないつもりが、はい、いや、本当にお忙しそうで世間のイメージはもうどんだけ働いとんねんとか、はい、どの方よりも忙しいやろうとかいう、イメージみたいでね、はい、でも結構休みがあってこの間も帰ってきてから3日ほど休みがあったんで、はい、でまあ旅行行って帰ってきたばっかりやから、はい、どうしようかと、はい、で大阪の友達と新年会やって、はいはいはい、でその後あーオーストラリアでお世話になったクラブのママさんのところへ顔出して、はい、で次の日も暇だから、はい、ただかねまあ若いお姉ちゃんもいたから、はい、あベイマックス見たい人って言って、はい、私行きたい行きたい言うて、はい、じゃあそんなあじゃあ君明日ベイマックス用ねって言って、はいベイマックス大阪でね、はい、東京とかね横浜で僕映画館よく行くんですけども、はい、大阪の映画館に映画行くって俺考えたら、はい、もう40年ぶりぐらいなんですよ、ほいでその前に映画館の近くでタレントが行けるようなお店を、はいはい見とこうと思って、はい、早いうちに出て、はい、で一応いる。さんまさんがそんなことするんですね。意外とね。俺もしちゃったあまりの。じゃあ俺から冗談半分でベイマックス行きたい人って言うて、はいはいはい、言うてしもてるから、俺もこうどう東京帰って見てもええしなっていう思いだったんですけど、ほいで行くっていうかまあまあ、行ってくれんねったら行こうかっていうので行ったんですけども、ほいで見たらやっぱり人いっぱいなんですよ、シネマがある建物の中の食べ物屋もほぼ満席なんですよ、はい、こいつももちろんないし、平日ですか？平日平日、平日の1時半やから、ああランチタイムとかですかね、人多いね今、はい、2時半までやってますからねランチタイムは、それで、うん、ずっと探して、あかんなあかんなと思って、ほんでもうひつまぶしの店が、うん、うわ美味しそう、好きですね、好きじゃないけどな、ばっかり食べてますね。まあ今はね、はい大阪行くのに移動するにはほとんどうなぎ弁当、はい、お前どうしてる大阪行く時どうしてるって言うんだよ違うでしょ行く時は特に何も食べない弁当買いに行かへんのか、はい、あの大丸の地下のいっぱいも、弁当がバーっと帰りに大体若い子はそこまで行かないですよ大体サラリーマンの人とかおっちゃんとかじゃああそこお前高級やで少女、うん、高いですよ、うんはい、だから俺はいろんなもん置いてますから確かに俺はねやっぱり俺たち世代って、はい新幹線とか汽車っていうイメージでうなぎ弁当っていうのはものすごい一番の贅沢で、もうそのうなぎ弁当についてる奈良漬けを食べるのがもうその奈良漬けがめちゃくちゃ美味しいんですね。で俺やっぱり奈良漬け好きやと思って、こっちのスーパー行って買って、はい、それだけ食べるとそう美味しくないんですよ。何かがあって、そう、はい、うなぎ弁当がたった2切れの奈良漬けが、はい、美味しいというか、もうちょっと欲しいっていうぐらいがね。そう、あと一切れぐらいやったらなっていうぐらいの、ちょうどええね、はい、我々、すり込まれた、はい、小さい時から、はいうなぎ弁当やでって、ものすごい高価なものをくれるようにお母さんたちが、はい、うなぎ弁当やでって、これ食べやちゃんと食べやとか言われて食べてたもんやから、はい、ものすごい高級感が未だに脳の中にあるんですね、はい、だからこの頃行くたびにうなぎ弁当、はい、でそのひつまぶしの店が仕切ってやって2つぐらいテーブルあって、はい、もうそこは使わないっていうところだったんですよ、はい、それででもここ使わせてもらおうと思って、はい、マスクと帽子は一応かぶってるんですけども、はい、それで「すいません」言ったら「あの」さんまさんとか言われてもういきなり大阪の素人ですから、さんまがうなぎなんてとかわけのわからないけど、
あの、何にも面白くなかったんですけど、席を取ってほしかったからね。はっ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 はとか私も吉本に入ろう思ってますねとか、なんも40過ぎた店長やったわ、もう。俺はお忍びで来てんのに、サンマがうなぎよく食べるなんてとか言って、すまんけど、ここ開けてくれ。開けます、開けます。それはもう、それはもちろん、あれ開けますから。はい、ほんで、お任せ、贅沢、ランチ、セット、はい、って。ほ、は、ん、い、で、これ、進めるから。あ、ほんなこれする。え、うちはひつまぶしの店ですよ、と。いや、だから。おすすめされる。ほんな俺ほんなひつまぶし食べるわ。はい。はい、いや、これをお任せ、1350円。これお任せ、これもそういいんですよ。これハンバーグと、はい、これ目玉焼きついて、うん、それがエビフライもついてますから、これ。これ安いよね。1350円って、うん。これが、あの、今日の決まりのランチメニューなんですよ。あ、だから、ほんなら俺、あの、このサービス、あの、ランチにする。はいはい、いや、ひつまぶしの店ですよとか言うから、しつこいなとか思って。やだめんどくさい。めんどくさい。すっごいめんどくさいね。ほんで、もう、さんまさんがこんなとこに来てるって、これはもう、驚きますよね。言うて。ほんで、もう、しゃあないから、彼女は食べてきてんけども、もう、お前、ひつまぶし食べ、言うて、こんなひつまぶしで進めとるか、じゃあ私、ひつまぶしとか言うて、あの、ほんで、俺、サービス、ランチにして、ほいで、隣の席がまあ開けてあったというのか、あ、敷居やってやったからね、ほんなら、二人のおばちゃんが入ってきて、そしたら、あの、すいません、さんまさん、あの、二人ここ隣いいですかって、うん、さんまさん言うなよ、うん、お忍びで来てる、何のためにほんならおばちゃんらも気ぃつこて何も言わなかったんですね、はい、黙って、はい、ほんならその店長、あの、さんまさんですよって言って、言うてほしいもんね、気ぃ使ってるのに、うん、いや、さんまさんも言うてほしいでしょ。いや、言うてほしいから。そう、ロケバスでもなんか自分で窓を開けてカーテン閉めてんのにまた開けてやで、ね私ここにいてますよぐらいアピールする人やね。もうスタッフなんかもうやめてくださいとか、ロケでもうわってくるやん。だからもう本当にね、もうゲリラみたいな状態でやりたいのがさんまさんをこう、もう自分で、おえーとかって言うから、うわーとかで来るわけよ。なりますね。なりますね、なしね。もうせっかく俺を見に来てくれって言ってたよな。それをカーテン閉めてバスの中でな、こう逃げるように、帰るのも、なんかな、もうせっかくの田舎に来て、はい、生の俺も見たいやろなとか思うわけよ。だから、はい、一生に一回しかない。俺なんかでも奈良に住んでる時って芸能人なんて一人しか見てないからね、はい、ロケに来てた女優さん、だったですけども、その女優さんたった一人しか見て、それでもう奈良は大騒動になって、はい、みんな集まって、うわーってなって、はい、みんながみんな、あれ誰や、あれ誰や、言うて、あの、集まって、そう、集まって、うわー言うてんのに、おい、あれ誰や、誰や、わからず、ね、誰誰、おい、キャーとか、あの言うてんだけど、おい、一体誰やねん。それ多いですもんね、田舎の人は。そうそう、やっぱり撮影って来てるだけで、はいはい、でもあの照明が当たったりして女優さんが化粧して、はい、あの芝居をしてはったんですけども、それをみんなシーンとして見て、はいはい、で終わったらカットって言ったら喋ってめえってね、素人だから分かって、はいはい、カットおーって今芸能人になってドラマもやって分かるんですけど、はい、あんな何でもないシーンカットおーあの役者さんをバカにしてますよ。田舎の人はそうですよ。東京なら皆さんもね、いろんな俳優さんとか見慣れてますから。そうそうそう。もうね、一生に俺なんかまあ18でこの世界入ったから、はい、いろんな芸能人とも会わせていただいたりするようになってましたけども、やっぱりそれまではもう関西、はい、まあ高校の時に吉本に、劇場に勉強のために行ってましたから、はい、その絵のメンバーはもうやっぱり三四兄さんだ、今の文枝さんね、はい、とかはもうほとんど見てましたけど、はいはい、でまあだから弟子入りが決まるちょっと前まで見に行って、三々を追いかけ回してね。はいはい、ああ、三々とか言うて、
いらっしゃいやれよいらっしゃいとか俺の友達も一緒にね、はい、おいいらっしゃいいらっしゃいとか三振とか言って、はい、おい逃げよった逃げよった追いかけろとか言って三振がタクシーに乗るの追いかけて行って、はい、そのあれです一週間後ぐらい弟子入り決まってるから、その直後から直立像でおはようございます奈良から来た杉本と申しますよろしくお願いいたしますって書いて挨拶して、はい、その一週間後サジいらっしゃいやれよってこれ俺の顔覚えてあんのちゃうかと思ってドキドキしながら挨拶したのも覚えてますね、はい、そういうやっぱ田舎ってそう来ないじゃない、うん、芸能人が、はい、だからもうね多分この窓の外でカーテン閉めてサンマーの中におるんちゃうかって、うん思ってだってそこのねあの、うん、大阪のそのひつまぶし屋さんもそのさんまさんもその2回も3回も行かないじゃないですか、うんうん、それはやっぱ喜ぶよ ね, ねお客さんでもそんな会えないのにもうどうせそんなしつこくサムタノーモとかサインとかお願いしますとか言ってくれたらええのにね、はい、お前2800円やってな、はあ、はい2万8000円になりますとか。ああ。ええの言うてもらってますやん。そんな言ったらそんな言うてもらえないんで。ポジティブ思考。マジで。ええの言うてもらってますやん。もうそれもリアクションせなあかんやんか。2万8000円。うわ、残してしまったもったいないって。いやいや、2800円。もう結論いらんちゅうねんと。でも分かってるやんか、2800円。いやいや、2800円ですって。フォロー入れよんね。それはいらんって。それいらんでって言うだけだの。ちゃんと指摘して。2万8000円言って、俺が2800円出して、それで成立するから。はいはい、そこで、いや、2800円ですよという、ほんまにこれからそれいらんでって言って、勉強になる明るい人。珍しいですね。だいたい2800万とか言うんですけどね。そうそう。2万8000円とか言ってましたから。普通にありそうやもんね。高いところやったら。まあそうそう。つまぶしやったら2万8000円。でもサービスフランス1350円やからねそれはしないわ、それでやっとこさ、行ってそれ、はい、でもう全部チケットとかも一応はい、彼女に買ってきてもらわなあかんから、はい、そやね一応ね、はい、まあまあ大丈夫やねんけど一応行ってきてもらって、はい、で俺はもう映画はポップコーンとコーラがないと見れないから、はい、もうそれも買って行ってもらって、はいはいで、ね、それを隣の、席にね、置いてね、鉄に置くのがすごい楽しみに、ね。はい、あれ、楽しいよね。あれにちゃんとハマるんですよね。あれ、じゃあ当たり前。ずっと持ってられへんよ。ちゃんとハマるように作ってやんねん。こうプレートに、ちゃんとこう、こうポップコーンと飲み物とセットでプレートがちゃんと置けるじゃないですか。そう、作ってやんねん。あれちょっと感動しませんか感動はせんけど、ああ、こういうの、はい、俺たち世代は、こういうのができたんだとか。はい、足元に置いたりとかしてたからね。そうそうそう。立ち上がるときカンって蹴って、うわーこれだーとか言うて。そう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 。本当に。昔足元下に置くんですけども、トイレ行きたいとかボンと蹴ってしまって、バーっとこぼれて、アイスコーヒーなんか、下がベトベトになって、歩くときにパリッパリッパリッって、それがまた靴の裏についてるから、映画館出るまでパリッパリッパリッっていう、俺はもうエンディング終わるまでに出る。そうなんですね。そうなんです、そうなんです。全部見たいんですけど、一応、人のあれもあるし、迷惑かかったらあかんっていうのもあるので、こそこそ字幕の時に、もったいない。そうそう。その後に物語がある。そうですね。テーマックスは。なんか、あ、嘘、その後何やった、あれ。オフショットが、こう、字幕の最後のエンドロールで流れるんですよ。そのキャラクターたちの撮影風景みたいなのが。ああ、それをそうしてやるのか、はい。そうです。それが楽しいっていうか。アニメの中で、アニメが NG を出すみたいな。そうです、そうです。ことをやってるのか、はい。あれは。そうです。まあ、それもあれ楽しいよね。はい。あ、それがついてるんだ。それがついてました、ね。はい。だから、あいつは、たかし。ただしい。ただしか。ただしい。お兄ちゃんがタクか。いや、お兄ちゃんは、ヒーロー？ヒロ、ヒロや、ヒロや。全然違う。お前見に行ったんですか？確かに。行ったわ、ベイマックス。泣いたよ。泣けました。いやいや、正直。はい。泣く泣く、ベイマックス見たら。見に行きたい。見に行きたい。行ってないんです。行ってないのか。はい。作品的には、花と雪の女よりいいよ。内容的には、ストーリーとか。うん、その言い悪いは別にして、はい、大人が、アナと雪の女王みたいに大騒ぎにならないだろうけど、内容的にはこっちの方が俺好きやったわ。はい、ベイマックス。アニメで泣けますか？はい、泣けます。あ、正直俺、お前、アニメ一番泣くやんけ。
そうですかね。人間、お前ドラマ見て、はいはい、俺は人間が芝居やってやるやんか。はい、でも、俺なんかもう全員知り合いやんか。ああ。それはね、これが不幸なことに、はい、で自分もドラマもかなりやってるから、はい、このシーンがこう大変やったやろなとか、ああ、これニューテレスか、このカメラはとか。大丈夫いるんですか。でもそうなってしまうね。ほんでもう友達が、知り合いが、なあ、こう、泣くシーンとか、感動するようなことを言ったりする。だけど、おー、うまいうまいうまいとか、それをもう、感情入れるより、はい、そういう視点で見ちゃうんですね。そうそうそう。だから、はい、俺なんかはやっぱり、アニメとか、感情移入しやすいみたいな方が、泣くね。だから今まで一番泣いたのが、強ししっかりしなさいという映画で、はい、これはもう、イマルがちっちゃい時に見に行って、はい、子供たちはゲラゲラ笑ってるのに、俺だけ泣いてたという。ほんでみんなに、へぇ、ボスも泣くんだとか言われて、泣く時もあるわ、ほうとか言って、そういうもんですよ。ただ、ベイマックスは、非常に感動したっていうことですよね。あれはもう将来ああいうのが本当にできるかわからないからね。そうですね。ケアロボットいいですね。うん、で、日本人が主役っていうのは嬉しいよね。そうですね。名前とかこう、風景とかも桜とかあって。そうそう。はい、あれがね、ディズニーが日本主役に映画を作ってくれたっていうのが、非常になんか日本人としてありがたい。やっぱりロボットは日本やねんな。というわけで、大変な一日でした。MBS、ヤングタウン赤嶋さんまです。庄司です。モーニング娘。ワンファイブ、飯窪春菜と清志里穂と石田あゆみです。全略のコーナー、イエイ。というわけで今日は石田がね、はい、来ておりますけども、うん、よろしくお願いします。今日もブログ見よっと大変書きますねそんな楽しみにしていただけるなんてなんか意外とはもう走って書いて石田歩みと落ちてる自分がいる嬉しいわーいいなこちらいただきました。ラジオネーム気まぐれのりこからいただきました。全力の皆さん、こんばんは。こんばんは。1月7日は石田あゆみさんの誕生日でした。はい、うん、18歳おめでとうございます。ありがとうございます。メンバーからのお祝いメールなどもらったと思いますが、一番初めに連絡くれたのは誰でしたか。またメンバーからどんなプレゼントをもらいましたか。18歳に意気込みを聞かせてください、うん、誕生日だったんか17日、うん、はい、そうなんです。まあお正月誕生日ってかわいそうやな、逆にな。そうですか。まあ7日って正月で終わってまんじゃんか。別に祝ってくれはんの。いや、でもあのお年玉と別にその誕生日の時のお金。あ、やってくれはったのか。はい、くれます。だからもうジミーなんか1月1日生まれで、あ、いや1月1日生まれ結構かわいそうみたいで、それと12月24日誕生日の人って、一緒くたにされるから、うちの娘がもう24日ですから楽で、はい。だからプレゼントは一つやろうよ、せ。あ、一つで。だから一緒にって言ってから。いや、かわいそうや。かわいそうや言ったね。だから一緒にやね、多分一緒にするわ。これはクリスマス、これは誕生日って分けるわけないしやな。1月7日はもう大丈夫なのか。はい、大丈夫でした。ああ、くれはんのか、いつも。はい、くれます。いや、金持ちやねんな。そう、正月に。いや、金持ちやねんって、家が。そうしか、もうあんたええやん、これでって。なるよ、普通。確かに。そうですか。誰からメールが最初に来たの？一番最初は別のグループのアンジュルムさんの勝田里奈さんっていう人だったんですけど、飯窪春菜ちゃんが、6日の、23時59分に送ってきて、おめでとうって言ってるんですよ。多分本人気づいてないんですよ、59分だったら。気づいてるよな。私の携帯では0分になったから送ったのに、ちゃんとしたのではまだ59分だったみたいで、携帯がちょっとおかしかったみたいで。ああ、気づいて送りたかったんか。いや、わざと59分に送ってくる人いるぞ、いっぱい。え？本当ですか？うん。あれ、誰よりも早く、誕生日祝いをメッセージを言いたくってっていう狙いの人もいてんねん。そうだったの？いや、そういうわけでもなかったんですけど。あ、そう？はい。いや、そういう人もいるいるいる。余計なんか思いが強いような気がするやんか、誰よりも早く。そうですね。うん。ね、俺もそんな人感動して呼び出して偉い目に遭うよね、大体ね。あれあれ。そこで。どういう話？あれあれじゃない。俺の人生はあれあれで片付けるんだ。前から言ってるやろ。あれあれじゃない。すいません。うん。おいで、どんなもんもらったの嬉しかった。そうですね、春菜からは今日今ちょうど着てるこのチェックのブラウス。はい。これは春菜あげたお前。ブラウスあげました。
こんなええの。え、ここできたん。はい。買ってプレゼントしました。高いやろこれ。あのザラっていうお店で買ったんです。あ、ザラ有名なとこや。はい。あの18歳っていう節目なので、ちょっと大人っぽい洋服をと思って。いいやん。かわいい。でも彼女あんなもんあげて、俺グルーボール。確かに。いや世話になってるからね。それはお土産です、お土産。ちゃんとプレゼント頑張ります。誕生日頑張ります。あれお土産ですよ。お土産あれプレゼント。でも似合ってるやん。やったやった。下も上げたん。下は上げてないです。そうかそうか。彼女は服のセンスがないとか言うてるもんな。だからだから正直下もセットで欲しかったんですよ。確かに下ちょっとなんか合わせ方が分かんない。ちょっと下ちょっと違うような感じするもんな。お高い服に合うような服持ってないんで。ああ、だからせやな、こうお嬢様っぽいお前にしたイメージが今日違うなと思ったのよ。だからいい雲がお前がこういう着たら似合うだろうな。似合ってるよ。ありがとうございます。だからその辺は難しいとこやな。あのそういうきちっとしてなんかそれエリザベスネックは。エリザベスネックいいね、それ。松尾番組で言ってる。カツリ言ってるだけ。初めて聞いた。ちゃうね、カツリ言ってるだけや。なるほどって思っちゃった。やばい、乗り遅れた。エリザベスでリンリンリボンとかね、負けるわからん。リボンって言うたら何がリンリンやろ。多いんです。多いことない、一緒やんか。リンリンリボン、つけて、だからその辺が、ね、あのこの今日スカートか。はい、スカートです。赤の赤オーソドックスに、はい、だからあんまりもうそういう時ってあのもっそ、ね、上きちっとしてるとあの下を暴れさせたいやんか。なんかこどうしいつもね、俺も上買った来た時下ものすごい悩むんですよ。きちっとまとめるのもええけども、はいはい、いや下を暴れさせた方がええのんちゃうかとか、はい、いうのがあるな。分からん。難しい、はい、何でもいいかなと思って合わせるのは。あ、はい、これなジーパンでもいけるもんな。はい、おそうですね、アドバイスもらった方がいいかもしれない。そやな、それやったらジーンズの方がかっこいいか分からへんな。うん、似合いそうなあなあ、はい、上きちっとしてるからな、はい、あんまり興味ないん。興味はなくはないんですけど、一回こうセンス悪いって言われちゃったら、じゃあもういいやって思っちゃう。そうそうそう。あの、自分ではええと思ってんのを否定されると。そうなんですよ。ものすごいショック受けるよね。すごい気使いますね。だからこの服もせっかくもらったけど、着こなせなかったらどうしようとか。ああ、わかるわかる。ものすごいわかる。あの、俺なんか偶然まあ仲良く やらせてもらった木村なんか、はい、よくいい服とか、はい、おしゃれなこれも間違いないっすよとか言って。はい、くれよんだけど、はい、あいつこれこの上着てこの下どうしたらええんやろうとか、思って着てると、はい、あんま注意でこれはこうでしょうとか言われるんですか。言われる、あ今日はいいっすよ一応ご家族ですとか。難しい。ファッション好きなやつに捕まると、これ間違いないっすよとか。で、今度ね、お揃いで、はい、あいつはロンティーなんですけども、はい、黒のボーダーで、はい、で、俺が紫のボーダーの、囚人服って言ってたやつ。そうそう、はい、服を、はい、これお揃いで正月着ましょうよとか言って、はい、言われて買ったんですよ、三択で。三択で。それで、買ったんですけども、家帰って着てみたら、はい、コントの囚人にしか見えない。あれ、コントの囚人。やばい。年齢的なものあんの、髪の、なんか、おしゃれさも違うんやろけど、ああいう、何気ない服をちゃんと着こなせるって、うん、なかなかな、やっぱり、持ってるもんがあるよな。かんで、俺何回着てもこれ、これ。というて、この間美容室へ行った時にね、はいはいはい、さんまさんもとうとう短い髪が似合うようになりましたかって言われて、はい、すっごいショックで。あお、はい、だから、ロン毛とかも似合わない。いや、前からロン毛ってあんまりしてないじゃないですか。俺はお前デビュー当時ロン毛やんけ。そう、あれロン毛ですか。ああ。あれロン毛やろ、俺。なあ。そう。若干。ロン毛ロン毛。はい、ロン毛でしたっけ。耳かぶってたもんな。そんなにロン毛に憧れますか。そこまでロン毛って書いてある。耳が出る出えへんロン毛じゃないでしょ。耳基準なんですね。どう耳が隠れたからってロン毛じゃないでしょ。あ、お前じゃ、俺ロン毛やないか、俺は。あ、でも長めだったなっていうふうに。なあ、あれデビュー当時写真とか、はい、そうやろ、はい、だからもうちょっと長く、俺はもうちょっと、
美容室行けない時は長い目になるやんか、はい、俺はね昔は似合ってたんですよ、うん、ちょっと長い目の方が、うん、それがね似合わない、年齢というのが皮膚感、はい、チャラチャラし余計チャラチャラしてるように見えるんですよ、意外と年取ると、はい、だから美容師さんがやっぱり分かってて、やっぱ短い髪が似合うようになりましたね、さんまさんも年ですねって言われて、はあ、考えたらそうかと思って、はい、昔は散髪した手がすごい嫌いだったんですよ、はい、うん、この頃と床屋さんできちっと切って鏡見たら、うん、いけてるやんってい う,、うん、いう感じになってるのがもう年取った証拠なんですよ、でも考えたらよくまあ、あんまりこう今日切ったっていう感じでしないでください言ったら、はい、ちょっとなんか髪の毛すいてくれるような感じで、ね、してくれるじゃないですか。でも今はもうやっぱり切ったっていう方がいいんですか、スカッとした方が。スカッと、俺は今スカッとした方が似合うみたい。その美容師さんが言うにはやで。はい、それの方が、はい、いや、なんか、きちっと。爽やかな感じ。爽やかな感じ。まあまあ、ジョージが言うのもわかるんですけども、私はこれ、髪型は、はい、だから、ボディーガードという映画が、あったんですけども、はい、ケビン・コスナーがやってて、ホイットニー・ヒューストンが、大スターで、それを守るボディーガード、それが恋に落ちていくっていう、すごいいいドラマがあって、はいはい、それを見ても感動して、はい、で、車も、その車買って、エル・カミーノっていう、うん、ボディーガードのケビン・コスナーが乗ってた車を買って、はい、で、美容師さんに、すいませんけど、写真持って行って、はい、今日からケビン・コスナーです。そういう風な文化からしてましたっけ、それぐらいに。これケビンコスナーや。あ、大阪のジャズのあのおばちゃんっていうか、え、知恵、知恵さん、知恵さん、あやど知恵、はい、遠い感じにしてはったかな思って。俺はあやど知恵に似てる。ちょっと横顔。ちょっと、ほんま。ちょっと、ちょっと、ちょっと。歌うとてんねん、でも。うまい。うまい。めちゃうまいやん。それもいけますやんか。いけるか。これはもう、これで、写真見ながら、こう、ケビン・コスナーにしてくれて、パーって、もう、もうえら汗かいて、これ、さんまさん、すいません。髪の質が違いすぎますわ。あんま向こうの外人は、細くて、もうすぐ柔らかいから、ペタッとなってる感じがするんですけど、俺って日本人の髪の毛はどうしてもこれ、こう、これは全く同じカットの仕方してるんですけど、こうも違う。で、もともと調べてみると、そのケビン・コスナーは、スティーブ・マックイーンっていう役者さんの髪型を学ぶ。そう言われりゃそうかって、ケビン・コスナーが、スチーム・マックイーンの、はい、本当はスチーム・マックイーンがその役をやる予定だったんです。ああ、なるほど。はい、相手もホイットニー・ヒューストンじゃなかったですね。もう一人の歌手でしたけど、それとやる予定が病気でできなくなって亡くならはったんですよ。それで、この本はいいから、じゃあケビン・コスナーにやってもらおうって言ったら、はい、ケビン・コスナーがスティーブ・マックイーンさんが、はい、いただいた仕事で僕が代役なんで、はいはい、髪型だけでもスティーブ・マックイーンにしますって言って、素敵、はい、もともとスティーブ・マックイーン俺好きやから、はい、ちょうどええ流れに、なったんですけど、お前らは気づかなかったね、これがケビン・コスナーって。すいません、勉強不足でした。ケビン・コスナーはあんまり知らんもんね、はい、大体がね、はい、だからボディーガード見ろよ。そうしたらボディーガード、わかりました。かっこいいよ、はい、お前、はい、名作やけど、ボディーガード、ボディーガード、エンダーイってしてるやん、はい、あれあれあれ、あ、え主題歌っていう、あれが、あの、要するに映画の中で歌う、あ、へー、そうなんだ、へー、あれあれあれ、はい、エンダーイっていうやつ。何をしょっちゅうしょっちゅう聞きます。エンダーイ。なんだーイ。エンダーイ。こちらいただきましたら、いけず。ジェンジャーケンさん、こんばんは。こんばんは。飯窪さん、ご成人おめでとうございます。ありがとうございます。飯窪さんは成人の日には、石田さんと映画や食事、カラオケなどで充実した時間を過ごすことができたそうです。はい。そんなお二人に質問なんですが、成人の日はどんな話で盛り上がったのですか、うん、ぜひ教えてください。くださいということですけども、はいはい、あ、お前ら一緒に、はいはい、成人の日に過ごしてました。あ、行かなかった、女子は。そうです、式行けなかったので、うん、こう時間家で潰すぐらいならと思ってあゆみも誘いましたね。
あ、はい、おいで映画ディラン。はい。何ディラン？あの ST 赤と白の捜査ファイルを。あ、日本の映画。はい。はい、藤原竜也さんと岡田将生さん映画見てきました。それを見に行こうと。はい、はい。あ、なるほど。いろいろ映画チョイスもあったんでしょ？これとどれ行こうかどれ行こうかとか。はい、うん、あのクラゲ姫を最初見ようとしてたんですけど、祝日で満席になってしまってたので、はい。クラゲ姫って何のこれ？あの、ノーネンさん。はい。あ、そうなんか、ノーネン、リナちゃんの。ノーネン、リナさんが主演の原作が漫画なんですけど。あ、はい、あ、漫画ね、すごいなんかヒットしたやつ。あ、そうです。はい。あ、それは、ね、お前ら一緒に映画行ってんのか。はい、よく行きます、ね。今度俺と行ってくれよ、ベイマックスとか。行きたいです。ベイマックス行こう。見たね。ベイマックスなら私も。私まだ見てないんで、見たことない。でも飛んで行きますよ。新大阪のファン連れて行ったってことなんだよ。こいつらにも会いたいやろ、そうでしょ。来週もね、大阪のホームでもおめでとうございますって絶対言わなかったんですよ、いっぱい。ほら、せやわ、たまにはあいつらを映画一緒ついていったらそれもう喜ぶでしょ。気も続かれてもいいよな、考えてみればな、はい、あんだけいつもね、いろんなもの買ってきてくれて、はい、手紙書いてくれたり、はい、してくれてるから、たまにやっぱこっちも恩返しせなあかんし、だから一緒に映画とか食事とか行ったらあいつら不安やめそうやね。でもいや、食事は行かなくても映画ぐらいやったらじゃろ、でも映画行った後ってなんかお前食事したいやんけ、なんかお茶飲みたい。そうですね、軽くあんなにいっぱい連れてやるもう変に終わりますよ。あ、映画見た後どっか行きたくない？あ、確かにご飯とかね、はいはい、行きましたね。あ、はい、な、行きたいですね、確かに。わかるわかる。映画見た後感想、別にそうか、よかったなとか言うだけやねんけど、でも考えたらね、さんまさんが同じところで感動するかっていうのは、はい、またその子らも喜ぶところありますよ。あそこよかったですねとか。まあまあ男と女はね、映画の感じるところが全然違うから、はい、あんまり恋人同士で行かない方がいいみたいですけどね。そうなんですか。感動ポイントが違うから、男と女は。だから、絶対、男はここがかっこええねん、ええねんと思う映画と、はい、それを恋人連れて行くと、何これって、なると、何やこの女、何にも分かってないなって、思ってしまって喧嘩になることが多いんです。だからそれの俺も偶然やねんけど、はい、フィールドオブドリームス、はい、あれを恋人と行ってテストするのが一番いいんですって。もう男と女が真っ向から違う観点で見る映画、はい、だから世界の実験材料になってるらしいんですね。で、現にその実験材料になる前に、はい、うちと、俺と大竹忍さんがその実験に引っかかってるんですよ。マジで、男がね、はい、すっごいええ嫁さんで、はい、すっごいいいんですよ。はい、その、お前らフィールドオブドリーム知らんかな？かけ。フィールドオブドリームス。フィールドオブドリームス。フィールドオブドリームス。じゃあ、野球や。見たくなかったら見たくないって言うとったから言うて、ずっと言われるんで、お前見たか言うて、もう大阪の毎日のね、さまざまな番組のアシスタントしてる女の子もサッカー好きでもないのに、見ようって言われて、はいって言うたもんやから、もうずっと見たんか、なんやろ、試合とかって、もうなんか嫌になってるみたいで。もうそれは、それ女はな、腹立つのはな、サッカーし、お前な、サッカー見たことないやろって、うちのチームがあいつのせいで負けたんですよ、はい、そのアナウンサー、豊崎の。はい、で、お前サッカー、お前、ここで右に出したら、うち勝ってたんやぞって言って、はいはい、すいません、お前サッカー見てへんのかって言って、いや、見てませんって、お前見ろ、お前、ワワ入ってないのかって、はい、入ってませんって、お前、やばいか、お前、ほんでワワ入って、見ろよ、はい、したらスペインリーグって言って、言うて、ワワ入りましたって。はい、言うてから一回も見てけつかれへん。腹立って。入ったのに。せやねん、ほんな入んなボケいう話になって。でも何々は見ましたとか映画のね、うん、タイタニックやってました。それ違うねん、はい、毎週土日お前生放送で2試合ずつやってるやろ、お前。って言って怒ったんですよ。はい、まあまあでもそれは、女の子はいい映画ちゃうか分からへんけどね。うん、だから、映画違うね、女の子は。はい。はい、男はすごい憧れる、フィールドオブドリームスね。はい。大脱走なんか見た方がいいんちゃいますか、スティーブ・マックイーンの。大脱走はチラッと見たことがあります。あ、大脱走。いや、お前新しい大脱走やろ。そうですね。あ、新しい、スティーブ・マックイーンの大脱走ちゃうやろ。はい、多分違うと思います。じゃあ、スティーブ・マックイーンの大脱走も見とけ。大脱走。スティーブ・マックイーンの大脱走。大脱走。革ジャンとお前オートバイむちゃくちゃかっこええね。おあれがな、有名なオートバイやって、あの時代な、流行
ったんや。かっこよかったですよね、あの白状走ってる。はい。また脱走するとき役に立つから。俺な、会社から脱走するときまた役に立つと思うね。まあまあかっこええけど、ファッションもかっこええしね、まあまあ大脱走はまあまあよほど暇なとき長いし、映画はね。そうなんですね。だからフジオブドリームズっていうやつで落ちた喧嘩になったのは、俺が一度見に行って感動してね、一人で見に行ったんですけども、感動して、こんな奥さんだったら、というのは、家が大変なのに、なんかが、呼び声が、グランドを作れ、グランドを作れって言って、トウモロコシ畑、自分のね、トウモロコシ畑削って、グランドを作って、人が集まるから、人が集まるからって、それはお父さんの声だったんですけども、で、お父さんとキャッチボール、してないっていうのが自分の、あの、心の声で、お父さんは野球チームやったんですけども、ね、そのサトウキビ畑から、トウモロコシ畑か、から、八百長してないのにしたと言われて追放になって、それがグランドに帰ってくるって、そのために生活苦しいのにトウモロコシ畑を削って、奥さんはもう生活大変やねんけども、やりたい。そうするって言ったら、あなたが好きなようにして。へぇ、私はあなたのそばに入れたらいいからっていうようなセリフがあるんですよ。もう感動して。ほんなら、それを、おっしゃ、これは大竹しのぶさんに見せてあげようと思って、おいでおどりもす行くぞって言って、ほんで、もうここで、泣いたらね、ああ、ええ嫁やったと思うと思ってたんですけど、あなたが好きなようにすればいいよって、その女優さんがセリフ言ったら、ちっちゃい声で、バカじゃないの。確かに。大体の人はね。え価値観が違う。もう農家の人なんか絶対許してくれへんやん。なんで、なんでバカじゃない、生活苦しいのに。うんうん、何言ってんの。と思って。歯が。まさかの。まさかの。あの、バカじゃないの、返しやって。すっごいショックで。それでもう、あの、嫁さんと映画見に行かんとこと思って。それで、ね、あの、最後はもうかなり、それから、まあ、お前ら見てから、判断せ。はい、まあ、これ以上言ってあげるとあれやからな。はい、これ以上ってから、ほとんど言ってない。大体わかります。大体言っちゃった。一番大事なところ聞いちゃった。あ、お前ら分かるよな、お父さんとキャッチボールしたかった。いやでも男と女性の違いますよ、ね、感覚というか。ここはじゃあ、ね、お前らキャッチボールお父さんとしたかったという夢、ないもんな。ないですね。弟が、よくお父さんとキャッチボールとかしてるのとか見ます。それさやち見ててどう思うの？いいなぁ。お父さんとキャッチボールできてるもん。いやもう私はそういうふうに、そういうふうな目線では見ないんです、ね。見てないな。はい、ああ、キャッチボールしてるわ。してるわ。いやいや、そんなもんやろな。あれやっぱりね、男はもうすごい嬉しいの。ほんで、親父に勝つ日が来んでね。はい。あのあなるほど。いつか成長してきて、はい、お父さんは年取ってきて、はい、うちは電信柱だから電信柱に徒競走、はい、親父も必死で走って、うん、それが小学校4年生ぐらいで俺が勝ったんですね、はい、初めて、はい、それ以来親父は徒競走しなくなったんですだから今から考えると、はい、自分の老いを俺なんかもそうやねんけども、うん、老いを感じてすごいショックを受け張ってやるなっていうのが今になってわかるね。だからうちは、うちの子供とは今まだ負けてないからね、何もかも。そうなんですね。まだ、まだ。麻雀もトランプも。いっぺん神経衰弱負けたよ。日華が強い。スポーツちゃう。なんか、大陸勝負ちゃいますよ。日華記録力ええのよな。こちらいただきました。カレー100人前。前歴の皆さん、こんばんは。こんばんは。石田さんがある番組で、センターポジションを狙っていますかと質問されて、石田さんは自分自身についてずっとセンターにいる人ではない。センターというハードルの高い場所に行ったら、自分がすごかったとしても、すごく見えなくなってしまいそう。さやすさんみたいに、こうしなきゃ、ああしなきゃって考えられる人じゃない。などと発言してました。そこでお願いです。テレビ、ラジオ、舞台でセンターに立ち続けているさんまさん。そして中学生から伝統のあるグループのセンターを務めているさやすさん。センターに立つことの、苦悩と喜びを語ってください。教えてくださいっていうことですけども。まあまあ、俺なんか若い時から、まあまあ、最初ほど若くなかったけども、はい、センターに立たされることが多かったから、なんかあれやな、初めからそうやから、はいはいはい、そう感じないよね。でも重圧の感じるもん。じゃあね、他、端から徐々に、はい、出世していたタイプちゃうねん。まあそういう人もいてあるけど、
俺なんかもう、はい、番組、はい、さんまセンターってデビュー当時から、うん、はい、そうやったから、はい、なんか、端っこにいる気持ちとか、はい、センターじゃない気持ちがわからない。すごい。じゃあ、最初もそうやろ、お前も。そうですね。初めからそうやもんな。大体そうでしたね。同期の中でも中央にいることが多くって、うん、じゃあだから一緒だから、はい、すまん、うんうん、その気持ち教えてあげられないね、おいら。すごいですね。いやすごくないね。ポジションポジションやから、はい、だから俺多分ね、はい、俺なんか端っこできないと思うよ。あの逆に言うと、はい、怖い。はい、今から、はい、お前今日から走れって言われたら、はい、ダンスとかもどうして、え、走ってどうすんのっていう、あの、未知の世界やから。変なことしそうやしね。どういうことですか？グループには、まあ、どういうのか、あなたちょっと外れてくれるみたいな。ちょっとまた変なことやってますよ、と。あそこで。これは、その、だね、モーニング娘。ちゃうから。はい、ただもう、ひな壇とか、はい、たまに番組のあれでね、こう、はい、あの、狙いで、さんまをひな壇に座らせたらとか、はいはい、っていう、もう、あの、仕切ってしまうもん。あの、ひな壇にいながら、はい、ひな壇で仕切ってしまう。もうそこで司会者のやり方が違うから、はい、俺と、あの、持っていき方は人それぞれ違うからやな、はいはい。もう落ち着かへん。へー。だからもうよう、はい、ごきげんようとか昼のね、小坂井がやってる番組はよく注意されるけども、すぐ、あの、愛の手、俺が打ってしまうから、はい、小坂井がよく、サムちゃん、あの、サンちゃん、あの、あんた出番じゃないから、あの、なんで前出てんのとか、気がつかないうちに俺が一番前出て、ほいでなーって仕切ってんの。でもそうしか、もう、あの、我慢できんの。だから、うん、で、あの、人に任せたらええねんけどね、人の番組。うん、で、人の司会の段取りもあるやろから、はい、もう任せたらええねんけど、ついつい、落ち着いてられなくなっちゃう、ね。自分の番組に、はいはい、にしたくなんねやろ、あれ、本能的に、はい。飲みに行ってもそう。違う。ホステスさん以上に暴れてる。ホステスさん以上にサービスするから。ほいでね、周りのお客さん、はい、あの、サラリーマンの人とか、はい、すぐ帰られるよ。やっぱあまりにも面白すぎんだよな、私が。叶わない。うるさい、うるさい。うるさい、落ち着いてんのみたいね、その人らも。ちょっとしたわーとか言いながら。こっちが気になるから、もうずーっとはしゃいでるから。いつもやん。前飲み屋さんで横のテーブルの人にうるさいって言われて。言われてるのに、ですね。いや、声も通るから。そうですね。ほ、はい、いでやっぱ向こうも何喋っとんねやろって、うん、自分らの女性を口説きに来てはんねんけど、はいはい、なんか落ち着かないんだよね。はいはい、, 笑い声も聞こえるから、ね、気になっちゃいますよね。すぐ、あの、もう座って何分かしたらみんな帰らん、いつも、また迷惑かけたなーとか。いう話。といって、俺たちがこそこそね、はい、話して孤独のもなんかやらしいしやな。あの辺がちょっと、あの、一般の人に迷惑かけてるよね、俺。こちら、ブラックデビューター、上さんから、全力の皆さん、こんばんは。こんばんは。春菜は雑誌のインタビューで石田あゆみさんの、あゆみちゃんについて、はい、あゆみんも結構泣きますよ。自分のことでは涙は流さないけど、他人のことで泣くんです。うん、人情に熱いんです。と言ってました。うん、春菜自身は、枕を涙で濡らしたり、お土産にゴルフボールを買ってきて、さんまさんに怒られて泣いたりと。怒られてんの？あれ怒られるもんな。ちょっとおかしいよな。お土産買ってきて怒られるみたい。あれもひどいわ。あれは大人がやる態度じゃなかったもん。確かに。いや、本当に、まあ、今、時期も過ぎて遅いやけど、本当に申し訳なかったな。すまんかった。でもあれ土産やもんな、わざわざ。あの時は、俺のこと思って、はい、買ってきてくれてもんな、ね、さんまさんはゴルフ好きだから、はい、ゴルフボール買ってこようっていうので、一生懸命探した結果、一個はいいですよ。なあ。だから、どっちが悪いかって言ったら、まあまあ、俺のが悪いやろけども、うん、その怒らした人のせいでもあるわな。怒らない。別に怒る必要ないじゃないですか。そうやな、あ、土産か、ありがとうって言うてたらね。ええねな。えって、まあ、甘えんのことにな。すいません。引っ越予想に、予想だにしなかった。そう、いや、予想だにしなかったのも悲しいわ。あれ、予想だにしてほしかったわ。あれは、しょっちゅう泣いてるイメージですが、あゆみんは、いつも、強気な感じで泣いている姿が想像できません。うん、そこでお願いです。仲良しの春菜だけが知っているあゆみちゃんが、あゆみんが、涙を流したエピソードを聞かせてくださいということですけど、はい、そうですね、こうなんか
ちゃんと涙を流すっていうよりも、こうメンバー、グループの例えば記念ごととか、あとはこう、誰かメンバーと喧嘩して、ちゃんと怒るときとかに、こう勇気出して言ってるときとかに結構目頭が。熱くなってる、はい、で、こうちょっと目が赤くなってたりとかするのを見て、あんま自分のことで悔しがって泣いたりっていうのは、はい。一度あれだろうか、自分のことで悔しくって泣く、泣くことあんまないのか。出さないですね、はい、メンバーには。出さないです。だから怒って興奮して泣いてる。そっちです。のイメージが。はい、感情的になっちゃう。いや、それメンバーの何を言いに行って、なんか後輩に注意とかやろ、はい、そうですね。はい。まさにそれですね。じゃあな、ほ、はいであれやね、怒り慣れてないから、うんうん、どう怒っていいか分からへんな。そうなんですよ。こうなんか言ったはいいものの、その締め方とかも全然。僕こうやったらとりあえず泣いてから行かない。わかる。泣きながら来てるけど、何やろ。何があったんと思うよ、後輩。はい。あれ、ほんまに最後の言葉。そうなんですよ。悩むよな、後輩。さあちゃんと挨拶しなさいよ、あんた、あんたあの時練習しなかったでしょって、お菓子食べてる場合じゃダメよって言うた後、ほど入れたいんやろ、一つどうしたらいいか分かんないですね。その後泣く言うだけ言うて泣いてはるよ、おい、言うて後輩もちょっとびっくりするやん、勝利か、ね、びっくりする。ダチョウ倶楽部のね、りゅうちゃんが、りゅうへいが、はい、いや、さんまさんとか吉本は若手を集めて、うん、若手の悩み事を聞いていると、はい、太田プロもそういうことをした方がいいって、吉本はだから、ああしてみんな仲良く、すごい会社ができてるんだから。ね、俺は、太田プロの明石家さんまとして、若手をね、月に一度でも集めて、相談に乗ってやるって言って集めてね。はいはい、で、酒にどんこん飲んでて。はい、で、最終的に気がついたら、りゅうちゃんが涙流して、俺、これからどうすればいいのかなって。怖いに聞いて。人生相談になっちゃった。逆の立場。教えてくれ、みたいな。なんだこいつは、言って。あれからね、太田プロの若手にバカにされてるんですよ、りゅうへいさんは、言って。そういう状態やな、お前もな。そうね、いつかバカにされる。バカにされたら、いつも怒るたび泣いてるよ、あのバカ。だから以上でええのじゃほか、もう死ぬよ。以上なのか。解散とか。解散、はい、解散もおかしいな。ちゃんとしなさいよ、解散っていうのもおかしいから。だから頑張ってねっていう、はい、言う。ああ、そうですね。うん、声援を送る。そうか、まあ相手の、あれ、意見を、まあ、私はこう思うけど、あなたたち言いたいことがあったら言いなさいやね。ああ、なかったらおしまいとか言う。私これだけ泣いてるのあなたたち泣かないのとか。そっか、泣いといて。俺も人を怒るのが苦手。なんで、非常にわかるね。怒らなあかん。これは怒らなあかんねやろな、と思いつつも、うん、怒れないでいて、うん、ただ、俺が、とか、何がやっていうのが非常に怖いみたいで。そうですね。怒る前のその目線とかが。そうそう。そこでね、効果があると聞いてるから、はい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 、そんな、俺はバカ野郎って言うよりも、うん、ああ、そうか、わかった。お前そうやなっていう方が怖いみたいで、みんな。ああだだだとかいうのが非常に怖いみたいで、俺は普通には迫力があります。怒らんとこと思って静かに返事しようと思ってすんねんけど、はい、それが周りは怖かったわねって言ってるが、うん、これでもう別に効果あるんだと思って、怒鳴ることはしてないですね。うんうん、高校時代から言われてた俺。すごい。怒らないから普段。ではほとんど、はい、まあ、90% 笑ってるやんか。授業中も半分ぐらい笑ってるからね。この人って何言うてやんねやろかさ。ほら、聞いてないのに一生懸命喋ってやるなっていうので、まあ、90% 人生笑ってるからね。そういうのは、やっぱ効果があんね、猫、ぐっと。怖い顔するだけでね、はいはい、というわけであゆみちゃん頑張ってください。おしまい、はい、ヤンムス褒めてま川柳褒め短歌のコーナー、イエイ。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちヤンムスを目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。それではまず飯窪からです。仙台市のジョジョ青春ど真ん中、飯窪春菜さんからです。さやしさん、今度陶芸行きましょう。え、陶芸凝ってんの？いや、陶芸凝ってるわけではないんですけど、むしろ未経験、はい、全く、はい、私とさやしさん、こう共通点がなくてですね、はい、でプライベートでこうお話しする時も共通の話題がないからどうしようっていう、そうなんですよ。
時が結構ありまして。言ったな、この間な。はい。だからこう、共通の趣味を見つけたいなって思って。サブリーダーとしては。はい。ああ。そうやしょ、どうだ、陶芸とかその興味あんの？いや、もうな、無趣味なんですよ。ほぼ、うん。だから、もっとなんか、これやってみたいものもないの？なんか、そう、見つけるために、とりあえず、そういうやつおるよね。はい、趣味いらない。へえ。で、今、だから仕事が趣味みたいなもんやねんの、趣味し。楽しいねんの。そうなんですよ。何よりも、歌って踊ってることが楽しいねん、はい、もんね、今。はい、だからもう陶芸始めてもな、うん、でもなんか休みの日にやることがないんですよ。ああ、はい。その時何してんの、お前大体。本当にこう表参道とかブラブラ一人で歩いて何もしないとか。あの目的あって買い物行こうって言って行くんじゃないの？じゃないんですよ。ああ、ブラブラそれでいいのか、ブラブラ。でもそれが良くない、良くないけども、なんかそれするしかないみたいな。でもなんかやっぱりな、はいはい、持っとった方が。そうなんですよ。まあ将来ね、まあまあまだ若いから、はい、大丈夫やろけどもな。だから探したいなと思って共通の趣味を。陶芸ってお前大変やね。あ、そうですよね。一度番組でやったことあるんですけど、私、なんかもう泥団子しか作れなくって。ああ、まあな、はい。まあまあいろんな焼き物にもいろいろあるやろから。うんうん、あれ大変やねん、もう釜、自分、釜とか全部やった場合はな、はいはい、お前らはまあ作って、はい、焼いてくださいっていうバージョンやろ。はい、うん、それはもう陶芸と言えないからね。すいません。ちゃんと、1から10までやんなきゃいけない。その通り。はい。俺お前、軽井沢に釜を作ろうとして怒られたんですから、奥さんに。え？そうなんですか？あ、石垣焼きを焼きたくて、はい、韓国から粘土を、はい、を輸入、あれ韓国の粘土やで、ね、あの釜が韓国の粘土しかあかんみたいで、はい、ですまんけどこの庭に釜って、釜ってあの丸いやつとか、そうや、はい、作ってもええか言ったら、ダメに決まってるじゃないって言われて、なんでと、もう火事になったらどうすんの確かに釜が、いや俺肥満するからあの大丈夫やでとか言ったら、はい、ダメよね、なんか見た目も悪くなるや、うん、別荘とかに、はい、丸いのが一つある、うん、そう、だからあの禁止された。へえ、うん、だから将来はそれ、はい、俺も焼きも陶器やるつもりやで、うん、あそっか、する時にお前ら、はい、ぜひぜひ、うん、お前らもあのあれ8時間交代で非番せなあかんねんだ、お前8時間あみ24時間あの2日ぐらい、はい、あの誰か見とかなあかんねん、で薪もどんどん入れなあかん、うそうそう、温度でも1600度になるんで、あ温度をずっと調節しとかなあかんねん、暑いね。暑い暑い。それ、その覚悟あるなら来てもええわ。はい。まあ、やってもいないけど、まだ。まだ未知の世界。はい。続いて、神戸市のブラックレビルダウェスさんからです。よあゆみんの一人喋りがかなりツボ。あ、最近。どんどんつぶなってきたんだ。はい、あゆみんの、そのトークの流れがすごい綺麗だなっていう。あ、最近、はい、よくなってきた。こう、面白いとか笑えるとかじゃないんですけど。ひどい、ちょっと。流れがすごく綺麗だなって思うので、ブログの文章とかも、うん、うまいのが、そういうとこから出てるなっていうふうに。書くのはうまいの、はい、文は。はい。あ、前から言ったらね、書くのはうまいの。だから、ブログはうまいって書いたもんな。はい、おしゃべったらぐだぐだになるだけやもんな。そう、いや最近面白いですよ。最近まとめてるのマジで面白いと思います。あの1月7日に一人でバースデーイベントをやらせていただいたんですけど、すごい受けてました。え、どういうことを言うと受けてた？なんか私動きが面白いみたいで。どうそっかそかラジオで見えない。どういう方してんの？なんかちょこまかしてるのが可愛いとか言ってもらって。ああ、昔フジテレビにそんな前説おったわ。そう、名前タゴタゴ、ストロベリータゴって勝手に芸名つけて、マシンガンさんまなら私はストロベリータゴで行かせてくれると、うん、甘いトークをするのを目的に。動きがおかしいから普通のこと言っても笑いよんねお客さん。そうだな、あれ絵頭みたいなもん今の。ああ、はい、変な動きして喋りよんね。で受けてくるの途中から。だんだん変な前説、前説日本一言われてましたけどね、その頃。だからそれだお前。そういう感じだった。動きが変なんだ、はい。テーマと沿ってない動きするんだお前、多分。どうなんだろう。多分ずれて、うん。オーバーリアクションというか、うん、身振り手振りが大きいんですよ。大きい。はい。楽屋とかでも本当大きくて、うん、それでよくわ自分で笑って机に足ぶつけたりとかするんですよ。最近頭おかしいしてる。さあ、続いて。はい。福岡県のスペシャルウィークさんからです。センターで初めて歌うソロパート、
かなり緊張、貴重な経験。英語教えたことだ。今やってるハロープロジェクトのコンサートで、メドレーで私と、あと、工藤遥ちゃんっていう子が二人で歌ってる、センターで歌ってるところがあるんですけど、工藤遥ちゃんがこの間インフルエンザでお休みして、今日私一人になってしまい、はい。どうやった、どうやった、頭真っ白で全然覚えてないんですよ。出る前までずっと膝がガクガク震えてる。緊張のおかみか、あれ。緊張しすぎて、まあ、すっごい緊張しました。しかもなんか2箇所あったんですよ、そのソロパートで歌うところが。2箇所しかないねや。でもいや、まあそうなんですけど、はい、どうやって俺で最初のソロパートは、その時は他のメンバーはステージに出てなくって、うん、それでモニターを見てたんですよ、あのカメラで撮ってる。でなんか春菜がソロパート歌い終わった後にステージを一回飛んで、下の階に飛んで、はけるんですけど、その時の手がなんか、グリコみたいな感じ。ほんとグリコみたいな。袖で大受けでした。袖大爆笑。大爆笑でした。いつもはそこ二人で同じポーズで降りてるんですけど、一人だから余計なんかグリコ感が出てしまって。まあいいでしゃあないわな、これは。さあ続いて、さやし。はい。東京都アクセスさんからです。よー、ハルナンと共通点が皆無です。はい。あ、さっきの話ですね。共通、お前だから、はい、合わせてやな、まあ、コミック読んであげるとかやな。簡単にできるもんやった方がいい。進めたものも、さやしさんには響かなかったり、逆にさやしさんから進められたのが私に響かなかったりっていうのがあるんですよ。ああ、そうかそうか。はい、だかお前後輩やからやな。いや、私後輩です。あ、お前後輩です。お前ちょっと2人で剣道とかやったらどうやねん。剣道意外と逆に面白いかも分からへんし、剣道うん、なんか動きのもんだから俺らがいいもののせいで、はい、お前ジョジョも呼んだしやな、はい、進撃の巨人も呼んだし、アワライド、アワライド、はい、も呼んだしやな。本人が興味なかったら入れへんもんな。そう、あの日見たあの名前は僕は知らないやったっけ、はい、そんな一応はいいものために呼んであげてんねん、はい、本読むなんか時間ちょっとやないか。いや、でも二人で読むもんでもないし、二人でやる方の方が。ああ。バードウォッチングとか行ったらどうやねん、二人で。バードウォッチング小川公園とか。そう、肩だけ見とけ。これはキジバトだな。キジバトは小川にはいないけど。さあ、続いて。はい。岐阜県4番エースさんからです。将来はハワイに別荘建てたいな。あ、お前そういう夢があんの。あの、まあ、本当に、こう、夢の夢なんですけど、海外で、こう、お仕事をさせてもらうと、やっぱり、今までの環境と違う、こう、体験ができるから、憧れを持つんですよ、住むことに。それは前か、仕事として海外行きたいのか。休むための別荘じゃないのか。はい、あ、普通に、こう、住みたいな、みたいな、その、はい、休みを取って行きたいなっていうよりは、だからロスとか、仕事があったらロスとかニューヨークになるよね、でもね。はい。ハワイでは仕事あれはできんからな。休養ならハワイでええけども、仕事半分やったら、お前た英語も覚えなあかんし。いや、そうなんですよ。でもなんか、前にニューヨークに行った時に、そのコーディネーターさんが、10代のうちに行けば、その人並みに喋れるよと言われるんですけど、その10代のうちに、いけるかなって感じなんで。でも日本人がおるところに行くとやっぱり日本語出てしまうからね。やっぱり10代でもってよく言われるで。まあでもまあ上手くなるよね、はい、10代で。ちょっと憧れよ。行くと思う。まあほんま行ってきてもええでしょうな。はい、今はもう無せやめてもう英語勉強しに。そっか、六本木の知ってる外人さんのとこ連れて行っちゃうどこですか、スティーブか、スティーブロジャーとスティーブおんねんけど。ロジャーとスティーブちゃん。いつも俺を抱きしめてくれんの。怖そうです。さあまあ、さあまあ昨日見たよ。へぇー。日本語じゃなくて。日本語わからないよ。でもお前動き面白いって言ってくれるからね。ああでもな、それほんま行けんねやと言っても行った方がええと思うねんけどな。だから関根丸ちゃんがなんかも行ってたしね、ずっと。まあ学校はうちの娘も、はい、だからもう行く期間が短かったから、やっぱ英語力はもう丸ちゃんの方がすごい。やっぱり行った期間と勉強のやり方もあるやろけどな。でも喋れたらかっこいいよね。そうなんですよ。かっこええよ。だから今の友達なんか全員海外から帰国子女みたいなやつがいてて、4人ともね、そういうやつらやね。はいはい、もう、おいらと一緒にオーストラリアでもザーッと外人喋ってるから。かっこいい。うわ、かっこええなーとか思う。いいなー。
それがみんなダーディーって呼んでくれるの俺のはいダーディーとか言ってよさあ続いてはい、宮城県宮城のマサさんからです。おにぎりの差し入れもらい泣きました。ハーゲンダッツも入ってました。なんなのそれ。あの去年舞台をやってた時期があって、ああでそれその時に1日にレコーディング5曲ぐらい撮らなきゃいけなくって、ああでもその音源も前の日にもらったやつだったんですよ。ああもうちょっとの時間で覚えてやらなきゃいけない。舞台もやらなきゃいけないし、はい、そのあれって覚えなあかんかったか。そうなんですよ。舞台の中の曲を5曲一気に1日で撮んなきゃいけなくって、で覚えてないからもうご飯も食べる暇もなくずっと音楽聴いて譜面読んでってやってたら、それこうお腹空いてるのをこう遠くから見て気になった同期の鈴木かのんちゃんがこう知らない間にコンビニに行っておにぎりとハーゲンダッツ買ってリホちゃんってこう吹いて、でもう本当にお腹空いてて切羽詰まってたし泣いちゃってその場で嬉しくなっちゃって優しいなと思って。それは嬉しいな確かに。そうなんです、もうすぐいい話やな。そうなんです。そんなんいらないし。そんなね。いらない。何感動話してんの。他の番組でやってください。さあ続いて石田。はい。石田いきます。愛知県のももぱいさんからいただきました。私でも女子力上がる肉じゃがで。あ、作れなかった。いや全然。なんでそれ。それ何の会話なのそれ。18歳になって肉じゃがが作れるようになりたいなってなんか思ったんですよ。料理にハマってるので。ほんで今でも作ったんやないか。ハマってるやで。18歳にならんでも。そこそれ法律ないから。肉じゃがは18歳っていうのないで。あのほんまにお料理にハマってたらもう作るやろ。ハマるよそれ。そうですか。チヂミとかすごい作れるんですよ。いや上手に。チヂミとそれ肉じゃがでも作れるやん。お前なんでチヂミからそんなことよりお前なんでチヂミから入った。チヂミが好きすぎて最近こう焼肉屋さんとか行っても絶対頼むんですけど、自分で作れたらいつでも食べれるからいいなと思って。まあまああれ料理お好み焼きみたいなもんやからな。そうでチヂミなんか。それがあのパリパリに焼くのがすごく難しいんですよ。焦がしたらいいよ。私も初めて作った時はただなんかもちもちの生地みたいな。ああ、ベタベタとかなってしまって。わかるよ。あの韓国の家庭によってあの味がみんな違うみたいですけど。あのフライパンとかあの鉄板ね、鉄鍋みたいなんでやらんと。本当はね。そうですね。お前ってごま油使ってるの最後。ごま油を多い目にした方が。そうなんですよ。ユンソナが俺とこで 毎週のように作ってきてくれてて、はい、もうそれが美味しくて、これがあのうちの家のチヂミなんですって、もう本当に今、未だに、その味が忘れられなくて、はい、ユンソナママはもう芸能界辞めた、はい、あれやけども、美味しかったよね確かに。どういうそのあのチヂミは、この家のチヂミは美味しかった。それは ごま油の量が勝負なんですよ、だったユンソナは、やっぱり本場の人やから本場で作ってる、うん、でも生地もあの上手やんだよな多分、作るのが、だからもうあれお前作ってこう、今度ここへ来る時に。本当見てあるわ。でも肉じゃが作りたいって言うんやろ。肉じゃがが作れるようになりたいのは、なんか得意料理が肉じゃがですって言ったら好感度上がるかなと思って、うん、それ俺たち時代の話やね。俺たち時代今そう肉じゃが言わないんだよな。そうですか。じゃあチヂミ作ってきてみ、いっぺん同じ見て判断してやるわ。わお、チヂミ食べたい。食べたいよ。チヂミはお前らも食べたことないの。あいみのはないですね。あいみちゃんはないです。はい、あ、ないやろ。冷えても美味しいからね、美味しいやつは。そうそう、ほいであのタレや勝負は。ああ、はい、お前それはちゃんと作ってるタレも。私タレ辛いのが苦手だから、普通にごま油とお酢と醤油とで作ってるんですよ。ああ、どう、美味しい。お前誰かに食べたことがあるのそれは。ないです。お前作ってないんじゃん、ほんま。作ってます。作ってます。作ってます。嘘ついてる。作ってます。まあまあ、物作ってきた。暇さえあれば。楽しみでした。あの、なんか赤坂の方の本間の料理屋で、こうできとんちゃうやろな。これ作りました。あかんねん、お前。ちゃんと作らな。さあ、続いて。はい。北海道のドラアットマークヘビドシさんからです。ダメ出しを9期のブログにコメントする。何さん。あの、バースデーイベントの企画で、その九鬼さんのブログにコメントしてみようっていうのがあったんですよ。ダメ出しコメントって言って、あの生田絵里奈さんのブログにそのコメントをしてみたんですけど、なんかその1月6日のブログにコメントしたんですね。1月6日の記事に1月1日に行った初詣の
話題を載せてたから、遅いなと思って、この話題出すの。遅いなと思って、生田さん、初詣の話題出すの遅くありませんかっていうのを投稿したんですよ。そしたら弾かれちゃって。採用されなかったんだ。載ってないんですよ、今。弾かれちゃいました。スパムコメントみたいな。そんな厳しくないはずなんですけど。なんでだろう、はい、なんでか、未だに。お前と分かったんかな。あ、でも、本人だって、名前の欄に石田由美本人って書きました。それが嘘やと思ったかな。ですかね。なあ。なりすましやったら判断したんかな。そうかもしれない。かもしれんな、これほんまに。残念です。さあ、続いて。はい。東京都アクセスさんからです。よー。東スポで、道重さんから連載を受け継いだので頑張ります。あ、お前、やってんの今。はい。有料の携帯サイトで、毎週水曜日に更新させてもらってます。携帯の、はい、東スポのサイトなのか。はい。ああ、どんなこと書いてんのお前。まだ始まって2回目なんですけど、初めての時は自己紹介的なのを書いて、で、2回目は最近映画を見るっていう話で、映画の話をしました。映画の評論みたいなの、こういうの面白かったとか、はい。ほんなお前、それかさっきの。ST か。あ、そうです。その ST を見たタイミングで書きました。はよ、ベイマックス。ベイマックス。見に行ってきた方がいい。そうなんですよ。私、モーニング娘。のベイマックスになりたくって。なれよ。なれよ。勝手になれよって。聞こえてきた。マックス女子。ベイマックス女子。ベイマックス女子なの。みんな。どういうのがベイマックス女子言うのこう、さりげない優しさとか、包み込むような愛になりたいですね。空気抜け。シュー。ってやって、セロハンで貼らないと。あれテープだの可愛らしいよな。可愛いですね。ベイマックスになりたいんだ。なりたいです。見てないくせに。見てないくせに。だから今日はほんなら料理のやつあげよう。はい。はい。皆さんですか。ももパイさんです。ももパイさん。ごめんなさい。ももパイさん。ももパイさんにはメンバーのサイン入りスペシャル短冊を差し上げます。今日完璧やったのにな。そうですね。ここまでうまくいってたのに。ここで一曲。一言。いいよ。待ってました。ここで一曲聴いてください。モーニング娘。ワンフォーで What is Love。名言金言言うとった。イエイ。このコーナーは昔のものから。レイレイ、このコーナーはおかしいですか？適当に言ってるから。そんなことない。だから上が名言人間言っとったらイエーイやからね、この間も注意したけども。イエーイ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 。はい、このコーナーは昔のものから最新のものまで、テレビやラジオ、雑誌、インターネットなどで見聞きした有名人の名言人間をリスナーの皆さんにツイッター形式で報告していただくコーナーです。それでは一声いただきましょう。よっ。それでは仙台市のキレキレウルトラ石田あゆみさんからです。昨年12月12日に行われたモーニング娘。ワンフォー12期お披露目イベントで、石田あゆみちゃんが新メンバーに対して VTR コメントで貴重なアドバイスを言うとったな。先輩のお弁当を間違って取らないように。言うとった。何なのそれ。私加入して半年も経たないぐらいの時に、田中玲奈さんのお弁当を取ってしまったくらい。食べとった。いや、知らずにこう田中さんが取っておいたはずの唐揚げ弁当を間違って取っちゃったんですよ。食べちゃったんですよ。それからこうお弁当を取る時は毎回こう注意を払って。いや、その時は何か言われた。レイナの弁当ないって。言われて、言われて。あれ、レイナの弁当どこ行ったとか言って。ここ置いといたのにっていう。言うた。あれ、私そっから取ったな。謝った。もちろん謝りました。すいません、私は食べました。言って、それから。食べましたお前、俺後輩やったら、弁当は一番後やぞ。そうです、そうです。そうなんですよ。だから、後から、田中さん先に取って、こう、後で食べようと思って置いといたんです、別の場所に。で、あゆみんは後からお弁当取りに来て、あ、これかなと思って、その、一個を取ったんですよ。あ、なるほど。そうか、そうか。それちょっと難しいとこやな。田中も悪いな、それ。田中れいなって書いとかなあかんの。あ、書いてなかった。さあ、続いて。はい、富山県の最後の増水さんからです。モーニング娘。の次回作のミュージックビデオの監督を募集するテレビ番組で、候補者の監督たちが2時間で撮ったオーディション作品が素晴らしい出来だったことに、飯窪春菜がスパイシーな一言を言うとったな。
こんなすごい完成度が高いのを2時間で撮れるなんて、今までもミュージックビデオ撮影2時間でできてたんじゃないかな。ああ言うとったせやな、これは失礼なのか褒め言葉なのか、なあ、はい、だからあの本当に CM なんかもそうなんですけども、はい、時間かけてすごい頑張ってやって、はい、そうね、世間の話題にもならない、はいはい、CM もいっぱいありの、うん、俺なんてあの昔幸せってなんだっけっていうポン酢醤油の、うん、はい、CM なんて、スタジオ入って出てくるの1時間かかれんかったから、偶然にも、はい、一日の予定やったんですけども、はい、楽屋でメイクしながら幸せってなんだっけなんだっけってポン酢醤油があるうちさっていうのを、はい、メイクしながら聞いて、はい、じゃあリハーサルでおな雪暮らしも、やってリハーサルでリハーサルで回しときましょうか、はい、とりあえず何本回しときましょうって言って、はいはい、で俺幸せってなんだっけなんだっけってオッケーいいよねこれねで、もうざわついて、その、あの、電通さんとか、スポンサーとざわついて、じゃあ、もうワンテイクだけって、ね、幸せってなんだっけなんだっけって言うて、いいよねって、サムさんオッケーですって言うて、帰ったんですよ。もう1時間も経ってない。すごすぎる。それは、もう偶然や。だから、それまで8時間かかって撮ったやつとか、はい、全然話題にもならないのに、今まで俺がやった CM で一番ヒットした CM がそれやねん。そんなもんやな。大手のなんか CM で撮ってから商品もやって、はい、その商品が開発されませんって。ええって撮って、その商品をね、まあダミーで持った商品を撮って、ある程度結構大きな、はい、ほんま。ほんであれコマーシャル流れんけどどうなったんって、あれ商品開発って。言うて、めっちゃ恥ずかしい。そんなこともありますよ。で、ボツになるのもあるしね。ボツになると、俺なんかもうその、放送禁止用語、俺は分かっててんけども、これ、大丈夫ですかこれ、放送禁止用語。大丈夫ですよ。調べた結果大丈夫ですって、もっぺん撮ってから調べたらダメだったんです。はい、そうやろうって言って、こっちはテレビ出てるから分かるやん、はいはい、これダメだっていう言葉。はい、そんなのもある。さあ、続いて。はい。愛知県のドラゴンさんからです。情報番組ノンストップでお笑い芸人との結婚だけは大反対しているさんまさんに対して、イマルさんが言うとったな。私は25年間芸人さんを見てきているから、素晴らしい芸人の妻になると思います。でも、芸人さんとは絶対にないです。理想の結婚相手は、父親、明石家さんまを知らない外国人です。名言やな。名言これこそ。それこそ名言よ、これは。ほんまやな、明石家さんまが迷惑かけてるな今のにおしまい、はい、ヤンムスは癒せませんのコーナー、イエイもういいね、イエーイ、ありがとうね、イエーイじゃないんですよ、イエーイさあ、これ石田はどうやった微妙です。微妙やったんか。あ、そうやし、この頃頑張ってるからね、お前。はい、年下やからね、お前。はい、そうですね。さあ、行ってみましょう。はい、千葉県のオレンジの6番さんからです。朝から元気ですね。またお前、いい子もこう逃げてるね、お前は。え、はい。ちょっと驚かなきゃいけない。朝から元気ですねっていう。はい、びっくりするわけで、ね、隣にいてて。え、はい、朝から元気ですねっていう感じや、ね。はい。はい、こう。朝から元気ですね。まあまあ、敬語はいいですね、これはね。はい、さあ、続いて、さやし。はい。岐阜県4番エースさんからです。関節。ごめんなさい。関節痛い何が何関節どうしたの、風うつっちゃうよって音が出たんですけど、ああ今の言い方あかんわ、風うつっちゃうよって分かるやろお前、風を早く持っていこう、風うつっちゃうよ、違う、はい、風うつっちゃう、もうこれはお前たまには引いてもええねんから、はい、風うつっちゃうよっていう、もう抑え気味のが色っぽいね、ほう、早く風うつっちゃうよ、元気すぎる。え、元気すぎる。風うつっちゃうよって、もう、もうキスしたいけど、風うつっちゃうよって、いいのっていう感じ感がないね、うん、あ、なるほど。風うつっちゃうよ。あ
かんなこれはもう経験不足やなあかんわ、うん、さあ次、はい、何こっち見てニヤ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 今日自信ありそうな顔しちゃった最近トークもね自信あるからじゃあ面白いなどうも最近変な自信つけたんだないないないさあ行こうはい岐阜県の4番 S さんからですこれが見たいのえなんでこれが見たいのじゃあそこはじゃあこれが見たいのじゃあこれが見たいのもう恥ずかしいねんね、はい、恥ずかしいけど大胆な感じこれが見たいの違うなこれが見たいのじゃあこれが見たいのっていうこれが見たいのっていう感じわかるわかりませんわかりませんわかりませんなんだ先生先生を見なさいよちゃんと、はい、先生を見てないからそうなるんでしょいつも、はい、あなた俺悪いところが一番先生を見てから、はい、俺を見るな先生を見なさいよわかったあのもっとなんていうのかな、こうエロさ倍増の感じ、うん、はい、うん、はいもう一回これが見たいなあーまあまあマシになってきたけどな、うん、まだまだやなほんであの分からへんのかって分かりませんわ絶対じゃ共感にそれは言うたからそれは分かりません絶対言うたからねあの俺が四角いもんでも俺が丸やったら丸やって言わなあかんからね、はい、共感やから、はい、さあ行きましょうはい埼玉県のガチャガチャさんからですもう我慢できないわあ頑張った頑張った、はい、やっぱ今日はね石田が頑張りが少ないから、サブリーダが頑張ろうとしたから今ちょっと頑張ったわ、さあ続いてさやしはい福島県池田さんからです声が出ちゃうあ、さやし、全くお前、経験がないっていうのは悲しいね。声が出ちゃうっていう感じだね。わかる？声が出ちゃうと出てるやん。つぎ出しちゃいました。っていう感じの、わかる？大きな声になっちゃう、どうしようっていう感が、全然足らない。わかりました。まあ、どうぞ。逆に、ちょっとさやし、先生見すぎや。先生見すぎ。ちょっとぼーっと見ようか。それは人質やんコンビニで声が出ちゃうってそこを聞かさなあかんやん声がって指かめ押さえ指かめ声が出ちゃうっていう感じやこう指かめ指かめ指かめかめお前それ猿グツワやそれは猿グツワ猿グツワ猿グツワかめてじゃ声が出ちゃうっていう感じわかる？わかるやろ？はいどうぞ。声が出ちゃう。あかんな。でもまあまあマシになったけどね。石田挽回やお前も。はい。東京都アクセスさんから。はい。お前挽回できる力ないやろ。何が私に任せろみたいな。はい。いけるよ。今乗ってるから。いけ。東京都アクセスさんからです。こんなことだってできるんだから。こんなことができるんだからとか、こんなことができるんだよ、できるようになったんだよ感がないね。わ、うん、かる？あなたのせいでできるようになったんだよっていう気持ちで言え。わかる？わかる？わかります。わかったあかんねん。わかりませんよ。本当はわかったあかんねん。もう一回。こんなことだってできるんだから。ああ、まあまあまあ、マシになってきたけどもな。まあ今日はこれぐらいや。はい、おしまい。はい。やったやった MBS ヤングタウン土曜日すべてのコーナーの宛先はヤンドアットマーク MBS1179.com YANDO アットマーク MBS1179.com です皆さんお待ちしていますさあ、だから石田、はい、今日はあのあれやろヤンタのことブログに載せてくれんのか書きます書きます書きますかもう無理から書くのやったらそれ俺も嫌やからな無理から書きたいです書きたいです書きたい、はい、何パーセントぐらい書く感じじゃあ 70% ぐらいあうわドキドキしながら今日見なきゃいけない乗ってるから乗ってないからっていう感じで見なきゃいけないね、はい、というわけでお相手は